はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。4時を回りました。6月1日の水曜日でございましてですね、ちょっと近くまで、瀬戸さんですけどね、お出かけをしてきまして、今帰ってきました。今っていうか、まあ、30分ぐらいですかね、帰ってきました。雑誌が届いていたんでね、ビール飲みながら雑誌読んでましたけど働けって書いてね、行きましょう。ザクザクでございまして、6月1日11時39分に出た記事ですね。ロシアのインフラ崩壊、航空機、高速鉄道、最新兵器、経済制裁強化で部品調達できず、プーチン大統領の自信満々な発言は焦りの裏返しという記事でございます。まあ、ちょっと読んでいきましょうか。西側諸国の経済制裁強化でロシアのダメージが致命傷になりつつあると。ほんまかという世界ですけど、プーチン大統領は強気の姿勢を崩さないが、航空機や高速鉄道などの交通インフラが部品の枯渇で麻痺する可能性が高まっている。ウクライナ戦線でもロシア軍は最新兵器が調達できず、半世紀前の旧式戦車を登場させるなど、産業軍事とも没落が加速している。欧州連合 EU は5月30日ロシア産石油の輸入を禁止、ウニョ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 ウと書いてありますね、飛ばしますね。米ブルームバーグは22日ロ航空大手アエロフロートグループが保有する350機以上の航空機について部品不足が迫っていると報じた。大半は欧エアバス社製か米ボーイング社製だというと。あ、そうなんですか。ロシアの飛行機ってエアバスかボーイングなんだ。米商務省は先月アイロフロートなど航空最大手3社に部品やサービスの提供を禁止する命令を発した。ロ経済紙コメルサント電子版は2025年までにロシアの航空機の半分以上が解体されるとした。わお。昔はね、ソ連時代はイリューシンっていう、なんて言いますか、ソ連製のね、旅客機があったんですよ。ボーイングの真似っ子なんですけど、乗ってみたかったわ。アイロフロートっていうのはね、僕が学生時代ですから、もう40年ぐらい前ですね、の時に、ヨーロッパに行く一番安い飛行機がアイロフロート。で、その航空機がイリューシン。当時747というジャンボジェットが全盛の頃でして、今から思ったらすごい燃費が悪いんですけども、海外旅行行くときはその747やってやたらでかかったですね、あれね、に乗って行ったような覚えがありますね。でヨーロッパ行く安い行きはですね、アイロフロートモスクワ経由だった、それでイリューシンに乗らなかった。あれ落ちんのちゃうのとかね、いろんな話があってですね、座席のベルトがないとかですね、遅く乗ると釣り缶に捕まされるとか、ほんまかみたいなまあ嘘ですけどね、それはね、都市伝説がいろいろありました。スチュアデスの お姉ちゃんがですね、ロシアの女性でやったら愛想悪いとかね、体がでっかいとかね、いろんな話がありましたけど、この前ね、KLM オランダ航空、この前だったらもう3、4年前ですけど、やたらでかかったですよ、スチュアデスのお姉ちゃん。スチュアデスが今キャビンアテンドっていうんですか、こう、間違いなくその通路を完全に塞いでしまうレベルに大きかったですよ。びっくりしましたけどね、前は。行きましょう。筑波大名誉教授の中村逸郎氏は、国土が東西に約1万キロ伸びるロシアで、国内便は重要だが、制裁で定期的に交換が必要な部品が調達できず、事故の危険性も懸念されると指摘する。ロシア版新幹線といわれる高速鉄道、サップさんなど鉄道インフラへの影響も大きい。独産業システム大手のシーメンスは12日ロシア事業から撤退を発表。特に鉄道サービスおよび保守事業に影響を及ぼすとしている。シーメンスっていうのはもともと造船メーカーですけど、まあまあ車両とかは作ってますね、鉄道の。だからだいぶこうロシアに食い込んでいたんちゃうんかな。だからシーメンスの車両がロシア国内はいっぱい走ってるんじゃないかなと。そのメンテナンスもやりませんとかだったらさ、あかんやんそれって思いますね。
プーチン氏の肝入りでモスクワサンクトペテルブルグどこかでレニングラードちゃんが昔のね、でを開通させたサプサンだが知らんサプサンって何なの、シーメンス社の部品を使用したものだ、航空機と合わせ重要な移動手段がなくなれば人流や物流も制限されると中村氏、ウクライナ戦線でも最新、兵器の調達が難しくなっている、A 国防省は27日の分析で、ウクライナ南部への侵攻を狙うロシア軍部隊がここ数日約50年前に製造された T-62 って戦車を前線に配備したと可能性があるとした、ね、配備した可能性があるとした、ほぼ間違いなく対戦車兵器には脆弱だと指摘する。これちょっと前から言われましたね。 T-62 っていうのは冷戦期に一番量産生産された戦車、ソ連型の戦車ですね。ちょっと丸っこい感じがしてましたけど、あんなまだあったんって感じですね。日本では74式の前に660式とかであって、それの対抗機種ですね。もう日本では1台も稼働してないんちゃうかなと思うんですけど、そのこう660式かなんか60型とかってあるんですね。確か今は何なんでしょうね、新しい今世紀になってからのは主流だと思いますけど、もうちょっといきましょうか、最後の方ね。同省は、ロ軍は精密誘導弾の備蓄が枯渇しているようだ、精度や信頼性の低い旧式兵器の使用を余儀なくされているとも分析した。飛ばします。最後ですね、中村氏の言葉です。欧米はロシアの重工業や 軍事産業の枯渇を見据え、ウクライナに 最新兵器を供与して反転攻勢の流れに持っていくだろう、ハイテク産業など技術革新に失敗したプーチン政権は資源頼みから脱却できず、さらに退化していくのではないかということで、この記事は終わっています。飛ばし飛ばし行きました。張りません張りませんので探してくださいね。ロシアのインフラ崩壊、航空機、高速鉄道、最新兵器、経済制裁強化で部品調達できず、プーチン大統領の自信満々な発言は焦りの裏返しというザクザクの記事でございまして、今7割から8割読ませていただきました。精密誘導弾っていうのはですね、自分で勝手に当たってくれる弾、生というかミサイルとかですね、これがもう枯渇してですね、自分では当たってくれない、いわゆる狙いを定めてまっすぐ飛んでいくっていうような、まあまあ言うとおり、まあ大事に世界大戦型ですねのミサイルしかないみたいな、ミサイルとか弾しかないというふうに言われています。もうそのなんていうか、今回のウクライナのこれで分かったんですけども、もう本当に兵器の性能がですね、戦場でのあれですね、勝敗を左右しているわけでして、ジャベリンなんていうのはですね、一発2000万とか2300万とも言われてますけど、それがピョンと打ったらですね、数十億円の戦車を破壊するということがありましてですね、もうこれを、このジャベリンをもう何千発もウクライナはぶっ放したと言われています。それでだいぶですね、ロシアの車両がやられたと。まあ毎日毎日そのニュース見てますけどもですね、こうロシアの戦車の残骸とか装甲車の残骸とか見ない日はないですねはあっていう感じですけども、でとうとう足りなくなって T-60 に出てくるのみたいな私が生まれたのが1962年でございまして、もうすぐ60歳になるんですけども、 T-62 もそれと同じぐらいの年齢ですね。まあ、62年に開発されたということですね、その後も70年代まで生産は続いたわけですから、まあまあまあ50年ですね、半世紀程度、半世紀ちょっとという、そんなまだ動くのっていう世界ですね、はっきり言ってね。まあ、日本の乗用車だったら、そんなもん、半世紀前の自動車なんか走ってないもんね、この道。私、自分のですね、マイカーはですね、20年ですよ、20年。21年かな、今。ちょっと待って、20年やったような気がしますね、はい。もうすぐ20年ですね、車検ですから。
奇数年が車検になるんですけど、来年まで車検ない。来年21年の車検でも諦めようかなと思ってますけど、まあ、それはどうでもいいですけど、ロシア軍本当に困ってましてですね、機関部品はみんなですね、西側から取り寄せてるわけですね。特にボーイングとかエアバスとかっていったら、もうまるっきりヨーロッパ製、アメリカ製でございまして、ね、航空機っていうのは常にメンテナンスが必要でして、部品を取り替えないかんわけですね、消耗品の部品もございます、そういうものがですね、入ってこないということになると飛ばせなくなる。で、自分たちで作った用意したですね、もので代替すればですね、安全性が損なわれるということになります。ですんで、もうこの先しばらくしたらですね、ロシアの旅客機等のですね、事故が多発するんちゃうかなという気がしますね。な、ますます怖って乗れへんやんということですね。プーチンのロシアかなり追い込まれてると思います。まだ表面的にはね、どうってことないですよね、まだまだね。でもそういうところでじわじわじわっときますね。目先の暮らしがね、困るとかそこまで行っていないようでして、物価もですね、まあせいぜい 17% の、インフレぐらいの、まあアメリカでも 8% 上がってますからね、その当事国であるロシアが 17% ぐらいってまだまだええやんという、そういう世界でございます。はい、でもじわじわ困っているというお話でございました。貼りませんので探してください。ザクザクでございまして、ロシアのインフラ崩壊、航空機、高速鉄道、最新兵器、経済制裁強化で部品調達できず、プーチン大統領の自信満々な発言は焦りの裏返しという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。